里崎チャンネル日本シリーズ戦力分析、59年ぶりの関西ダービー日本シリーズというね、ところになりましたけども、明日からね、日本シリーズ、進みますけども、ありとあらゆるところでね、佐々木の予想とか、出てくると思いますけども、まあ、どうなってんのかっていうところで、まあね、クライマックスシリーズね、阪神はねスイープ、オリックスは4勝ね1敗っていうところでね、しっかりとまあね、シーズン中の強さっていうところをね、しっかり出してね、日本シリーズに進出というところで、大阪はね盛り上がってるんでしょうね。まあというところでね、まあ不安要素あります。阪神もオリックスも不安要素、まずはオリックス、やっぱこの紅林と杉本の怪我の状態はどうなんやと。杉本はなんかね、時にね飛行をついてもらってるらしいんだよね、このナールね。その飛行をね当てれるのかどうか、そもそも時は誰やねんっていうね、時いるんかっていうね、ところの問題はありますけども、この紅林ね、このファイナルステージね、これ紅林と杉本の活躍なくしては、これすんなりいかなかったと思うんだよね。それぐらい大事なピースの二人が、これね、怪我でね、スタメンで試合出れなくなってくると、ちょっと劣勢になるね。あとはね、頓宮ね、クライマックスCでも、代打では出れるけども、まだ走ったら痛いらしくて、そこが治ってね、ポジションにつければ、また総力ね、戦力増すけども、頓宮、杉本、紅林、ここが3枚ね、この一番クソ大事なクライマックスシリーズからね、で、負傷して、日本シリーズにいないってなると、ちょっとこれはね、どうなってくるのか、かなり分は悪くなってくるんじゃないのかと。しかしね、ポジティブ要素とするならば、オリックス、シーズン中も、人いなくなりますと。打てなくなったらバッサリ2軍すぐ落としますと。入れ替えで活性化していきますと。セディエヌも落としますと。杉本も落とします。落ちてないの誰や？若月？で、紅林は最初いなかったしね。若月、中川、頓宮、宗。多分これぐらいちゃうかな。他は全部ね、試合出なかったり出たりもするけども、入れ替わりも含めて2軍行ったりね、来たりっていうところでね、うまくチームを活性化させて回していく、その強さもあるっていうところでは、まあ中島監督はね、多分バタバタしないだろうけども、戦力的にはなかなかね、ちょっとそこが出場できるかどうか、40人枠はね、登録枠には入ってるんでね、っていうところあるけども、そこら辺はね、どうなんのか、ね、明日のプレイボールのスタメンからね、見ていきたいなっていうところはあります。阪神、ネガティブあんのか？あります！ネガティブ情報。やっぱりね、クライマックスシリーズ、1番近本、2番中野、両者とも打率が0割9分1厘っていうね、ここ苦労したね。まあ広島ね、投手陣に抑えられたっていうところはあるけども、ここがねしっかりもっとね、塁出てうまく回っていってれば、もうちょっとね、得点取れたと思うんだよね。そこの得点がね、取れなかったっていうね、ところはやっぱこの 1,2 番のね、不調っていうところがね、大きな問題になってくる。でもその中でね、投手陣頑張ったっていうところもあるしね、木浪ナイスバッティング、森下ナイスバッティングっていうね、ところはあるけども、この 1,2 番がね、復調してこなかったら、かなり厳しい戦い。だからこのね、復調、しっかりね、日本シリーズに合わせてしっかり来てくれば、森に空棒。このパターン、ここの二人がね、ちょっとね、心配だなっていうね。ところはあります。あと、オリックス山本ね、初戦ね、いきなり初回3点ね、取られて。で、そこでね、俺は山本にね、聞いてほしいことがあるって言って、インタビューしてもらったんだよね。直接はいけなかったんでね。そういったところではね、ちょっと、アウトサイドシュート回転してたね、っていうね、いうところを言ったらね、ちょっとそこがね、ちょっとしてましたと。そこがまた調子悪いのね、パロメーターになってくるんで、そういったところはしっかり修正したいっていうところもあるしね。ちょっとカーブ少なかったねっていうところをね、聞いてもらったんですよ。あ、それは投げてても自分でも実感してましたと。カーブでうまくフォームとかね、投球パターン整えていくんでっていうところではね、また配球もね、パターン変わってくると思うんで、まあそれはね、ロッテ戦にあんまりね、ストレートで力押ししてノーヒットノーランがあったっていうところもあって配球が変わったと思うんですけども、まあもうちょっとカーブもね、うまく使いながらの配球になってくるんで、そこら辺はね、本人もね、こっちから見た分析と本人の分析が全くね、同じで当たってたんでね、そこら辺は安心したっていうところもあるし、本人もね、そこが修正ポイント分かってるっていうところでは、しっかりね、本番までに修正してくるって言えば、そこはね、不安要素ポイントじゃないんじゃないのかなというね、いうところはあります。で、両チームのね、ポジティブ要素で言っていけばね、まずね、まあ、阪神ね、これ投手力っていうね、ところでは、やはりね、セリーグね、1位のね、投手防御率っていうところがあるんで、まあ、防御率もね、2.66 ね、唯一のセリーグでね、2点台。先発リリーフ 2.79 も唯一の2点台。で、リリーフ防御率は 2.39 と唯一の2点台っていうところで、まあ、タイガースね、まあ、圧倒してるこの投手陣でね、まあ、クライマックスシリーズもね、非常に良かったし、ローテーションで言えば多分、いや、村上、俺は伊藤正しちゃうかなと。土日。どうなるか分かんないけど。甲子園に戻ってきてから、大竹、っていうところ。大竹やっぱバッティングもいいから、打席立たしたいんちゃうかなーっていうね、ところはあるんで、そこはね、大竹持っていくんじゃないのかなっていうところはね、
賛成も、あとはね、佐伯もいるし、まあ西勇輝もね、いるしっていうところではね、非常に安定的。だからまあ、青柳が、まあ、多分落ちるんじゃないのかなっていうね、ところはあるけども、まあその順番なんじゃないのかなっていうね。あとはリリーフはね、まあ桐敷もいいし、石井もいいしね、非常にまあ、岩崎にね、つなげるにあたってはいいリリーフしてるんで、そこのね、ストロングポイントっていうね、ところがあります。で、もう一つがね、やっぱり四球の数ね、この四球の数がね、ダントツのね、529と、2位が470だから、ヤクルト50個ね、差つけてるっていうね、この四球率、四四球で合わせると286だからね、ここら辺はね、出塁率3割2分2厘とダントツ1位だからね、この出塁率っていうところがね、どう噛み合ってくるのか。そこは近本中野ね、さっき言ったようにね、フォアボールも固めて出塁できればいいし、逆に投手陣はね、吉木率、唯一ね、299、300切ってるからね、そういった意味ではフォアボールをいっぱい取って、フォアボールを出さないっていうところのね、この兼ね合い性がね、やっぱりね、ストロングポイント。もう一つが、やっぱりね、この盗塁ね、79、セリーグトップっていうね。まあ、このね、近本中野っていうところで、近本が出て盗塁ね。で、三塁送ってからの犠牲フライでも1点取るっていうね。足も絡めた中での得点力。このね、投手陣の強さ。そして、フォアボールは出さないし、フォアボールは取るっていう、この出塁率の高さ。そして、走力っていう足を絡めてる強さ。このね、三つのポイントがやっぱりね、タイガースのストロングポイントだから、ここをうまくね、出し切っていければ、非常にね、いい形の、強さっていうところはね、出せるんじゃないでしょうか。若干代打成功率がね、1割7分クリーンとセリーグの中で5位っていうところで、代打陣がね、薄いっていうところはあるけども、まあ、DH 制ね、パリーグ主催、京セラドーム、DH 制、来ると、まあ、打順並び変えたくないから、ひょっとしたら、打順変えないかもわかんないね。9番に DH が入るかもわかんないし、ノイジー、でもノイジースローイングいいからね。あの、レフト線とか、まあ、どうなるかわかんないけども、多分打順変えないで8番木並、9番誰それっていうのになってね。大山がね、ちょっと不調だけどどうなんやっていう意見もあるけども、この9番から1番までの流れね、これで得点力を取っていくから、そういった意味ではこの9番から1番への流れがうまくはまれば、一気ドーンっていく。そのためにも近本中野重要っていうね。ところが、阪神タイガースの、分析になります。で、続いてはですね、オリックスね。オリックスの強み、三本柱っていうね。これはもちろんね、タイガースと同様に、投手陣のこのね、厚さっていうところでは、この防御率で、チーム防御率が 2.73、先発防御率 2.61、唯一のね、2点台、パリーグでは。で、救援防御率が、2.93 っていうところで、こちらはパリーグね、3位になるけども2点台。で、両方合わせると 2.73 のね、防御率、ダントツ1位っていうね、こういう投手陣の強さはね、やっぱありますよね。まあ多分山下俊平だからね、怪我の影響で今年も、ね、日本シリーズ投げれないんじゃないのかっていうところあるけども、まあローテーションで言えば多分、山本、宮城ね、1、2戦目。で、3戦目からは、あずま、山崎幸也。これはもう打席に立たせたいからね、二刀流だから。で、最後が、まあ、田島、曽谷、ここら辺っていうね。で、また山本宮城に戻っていくんじゃないのかなっていうところのね、この投手陣。そういった面で、まあ、後ろもね、宇田川、山崎総一郎、で、平野ね。で、まあ、今年左山田入ったりね、っていうところもあるし、あと、阿部。まあ、このね、阪神と同様に、投手力でね、なんとか勝っていきたいっていうところもあります。でね、次、ね、次の強みっていうところが、オリックスね、こちらです。長打率。長打率3割6分クリーンっていうのはね、パリーグ1。ね。で、ホームランが109本で、パリーグ1。で、なんて言ってもね、オリックスはね、ツーベースの数が211っていうところで、まあ、ロッテに次いで2位なんだけども、このね、ツーベースもしっかり多い。で、ホームランも多いっていうところで、長打率が上がってくるね。で、ホームラン一発でね、森、杉本っていうところね、まあ、セデーノとかもあるけども、ホームラン一発で得点っていうのもあるけども、その長打率をね、ツーベース、スリーベースっていう長打率を活かして、打線を繋がっていって得点を取るっていうところもあるんで、そういった意味では、こう、長打率っていうところが、ストロングね、ポイントになってくると思うんですよね。しかも、あの、得点圏打率も、パリーグの中ではね、2割6分7厘っていうところで、1位っていうね、ところの、チャンスで1本出るっていうところの勝負強さもあるし、で、もう一つはね、やっぱね、エラーの少なさ、ね、エラーが54っていうところで、パリーグでね、2番目に少ないっていう、このね、やっぱ投手陣がいいだけにね、堅実な守備でそれをしっかりものにしていくっていうところもあるんで、そういった意味ではこのね、エラーの少なさっていうところも非常にね、試合を優位に進めていく上ではかなり大きなポイント。だからオリックスは投手陣、そして長打率、そしてエラーの少なさ、
このね、3本柱で、なんとかして少ない点数でね、しのいで、いいところで、打線が繋がって、得点率ね、得点圏打率高く得点していくっていうね、ポイント。でもその中で、杉本とか紅林がね、いなくなってくると、若干ね、苦しい戦いが、なってくるのかなっていうね、ところはあります。あとね、阪神の盗塁ね、非常にいい武器になるって言ったけども、オリックスがね、ちょっと盗塁阻止率が低いのよ。そこがちょっとね、心配だね。だからピッチャーも含めて、クイック牽制などでね、このスタートをさせないっていうね、ところは、非常に、大事になってくるんじゃないのかなっていうところはあります。まあそういったところがね、オリックスと阪神の日本シリーズのね、分析っていうね、ところになりますけども、どうすかね、予想、そうっすね、まあ予想で言えばすね、まあこの紅林杉本が戻ってこなかったりスタメンで出れないようだったら、4勝1敗で阪神あります。ねえ、でも杉本帰ってきて試合出れます、紅林も出れますってなってくると4勝2敗で阪神。いや、ちょっと阪神強そうな感じがするんだよね。どうだろうね。ここでまた中島マジック、中島イリュージョンがね、来るかもわかんないけども、阪神、ファイナルステージみたいに近本と中野が全く打たなくなるなんてちょっと想像しづらいんだよね。でももうこれね、初戦だね。まあ、山本がね、ちょっとまあ去年怪我とかもあって日本シリーズね、まだ一勝もしてないっていうところで、初戦オリックスが山本で勝って、山本宮城でパポーンって連勝したら、一気に4勝1敗でオリックスは俺あると思うね。だからね、この土日の試合次第やと思う。ここがうまく阪神に乗り越えられちゃったら、阪神っていうところもあるし、こうオリックスがもしポンポンって勝ったら、オリックスの4勝1敗もあるけども、それもなかなかないやろな。4勝2敗で阪神かな。まあ、佐々木の予想なんてね、順予想も当たってないんだから、当たるわけないんだよ。だからそんなね、皆さん怒らないで。俺の発言なんて意識することでも何でもない。あとは応援合戦。ね、関西ダービーっていうところでね。まあやっぱりね、この応援に負けないね。応援が大事だからね。オリックスファンとね、阪神ファンの応援のバチバチね。でもまた甲子園は、上のちょろっとのとこだけしか売り出さないのかな、ビジターに。レフトスタンドぐらいは売り出してあげてほしいよね。オリックスにもうちょっと、2列ぐらいどうですか ?2 列ぐらい。ね、それぐらいあってもいいかなと思いますけど、阪神ファンも多いからね、また500人ぐらいになっちゃうのかな、ね。多分京セラは半分ずつぐらいに、なっちゃうんじゃないのかなっていうところもありますけどね。まあ、この、でも応援合戦もね、見る方にしたらめちゃくちゃ面白いと思うんで、そういったところではね、応援合戦もね、非常に見る上では、楽しみたいなっていうね。あとは現地行かれる方、雰囲気がね、抜群になってくるからね。そこら辺はぜひね、楽しんでもらいたいなっていうところはあります。ということでね、佐々木の日本シリーズ前予想になりますけども、ね、まあ、怪我人がね、オリックスが多いだけにね、ちょっとそこら辺は心配だけど、まあ勝負始まってみなきゃわかんないからね、そういった面では皆さんもね、59年ぶりの関西シリーズね、日本シリーズ楽しんでいきたいと思います。ということで、佐々木の選評はここまでです。